はい、どうも高橋です、今日はですね、読みづらいかなこの角度、Windows から Mac に切り替えたいなって思ってる方々、結構たくさんいらっしゃると思うんですけれど、そのどうしようかなと、あの悩まれているところのポイントについて、まあ、買い替えても要は大丈夫ですよみたいなところのポイントについて少しちょっとお話をしていきたいなと思ってます。僕も、もともと Windows ユーザーです。で、 Windows ずっとサラリーマンの頃から使っていて、何年だろう、いやもうめちゃめちゃ長いですよ。ずっと Windows の人だったんですね。で、今から3年ぐらい経つと思いますね。そのぐらいから Mac に切り替えていったんですよ。で、当時のことを Mac いいな、Mac いいなって思ってて、これですよね、Mac いいな、Mac いいなと思っていく中で、なかなか Windows からそのやっぱり Mac に切り替えられなかった点っていうのがいくつかあるんです。で、そのポイントっていうところをちょっとお話をしていきたいんですね。で、僕がね、ずっと思ってたのは、ここにもあるようにオフィスですよね。まず Excel とか PowerPoint とか Word とか、まあメインになると多分そこら辺になってくると思うんですけれど、そこら辺が普段仕事でいっぱい使ってるのに使えなくなったらどうしようみたいな、そんなのが一つ大きなやっぱり悩みの一つにありました。で、もう一個がメールね、 E メール、 E メールも毎日毎日使うのに、それ Mac にすることによって使えなくなっちゃったらどうしようみたいな、まあ、そんなのがありましたね。で、あと操作性ですよ。操作性、それが変になっちゃったらどうしようかなみたいな、全然使えないっていう噂だからみたいな、まあ、そんなことが一つ、3つ大きな懸念ポイントっていうのがあって、どうしようかな、どうしようかなって悩んでて、で、どんどん月日が経ってって、まあ、最終的にはもうエイで変えちゃったっていうところがあるんですけれど、ちょっとじゃあ順番にいきますよ。まずオフィスですよ。Excel と、オフィス、あ、ここら辺ね、いきますよ。ここら辺の、この辺のパワーポイントとかエクセルとか、ワードとか、この辺のものですよね。で、ここら辺のものっていうのはもう互換性、 Windows との互換性っていうのはだいぶ高まってるんで、すごい普通に使いますすごい普通に使いますで、例えばじゃあエクセルとか開いてみてもこんな感じ、もう全然普通ですよね。これ Windows と変わんないと思います。じゃあこれもそうだし、あとじゃあ PowerPoint もいってみますよ。 PowerPoint B、 まあこんな点、これも多分もう一緒だと思うんですよね。 PP こんな感じ、そういう感じで、もう本当に変わらないですね。 Windows と使い勝手も一緒だし、あと Windows の人とこの Mac でやり取り、データのやり取りをしてももうだいぶ改善されてきてるんで、おかしくなるっていうのは、まあ、ほぼないです。まあ、PowerPoint とかについては多少文字が少しこうずれてしまったりっていうのはあるんですけれど、ただそれを見てどうのこうの時にも支障っていうのはもうほとんどないっすね。もうそのぐらい。ただあれですね、むしろ普通のビジネスパーソンの人よりもグラフィックいじくったりとか、なんかグラフィックっていうよりもパワーポイントのその提案資料みたいなのを、なんかそのデザインとかのその入稿とかでこうやり取りしたりとか、そういう人たちっていうのはむしろちょっとめんどくさいかな。お客さんが Windows のユーザーで
Mac を、あなたがもし Mac を使ってた時、パワーポイント用で作ってくださいみたいな、なると若干なんかズレが出てきたり、あと多分パワーポイントのところでいくと、きっと Mac になってくるとパワーポイントじゃなくてキーノートっていうアプリが入ってるんですけれど、キーノートっていうのが、ここにあるこのマークのやつ、これが Mac でいうパワーポイントなんですよ。ちょっと開いてみます。こんな感じの。これなんです。まあなんとなく見た目似てるんですけれど、ちょっと違うんですね。で、多分 Mac ユーザーになるともうパワーポイント使わなくなっちゃうと思います。なんでかって言ったら、キーノートの方がフォントだったり、あとアニメーションだったりかっこいいんです。なので、あの使い勝手もこう なんていうのかな、こう直感的にこう使えるというかですね、っていうところがいろいろあったりするので、グラフとかもかっこいいんですよ、キーノートの方が。だから多分使わなくなっちゃう。そうするとキーノートとパワーポイントをこうやり取りするようになんか自然となってっちゃうんですよ。ってなってくると、ちょっとその文字化けが出てきたりっていうのはまあ出てくるかもしれない。だけど、まあ、ほぼまあ大丈夫と言って平気でしょうね。そこら辺がもし心配な方々で、Excel とか Word に関してはもう全然全く問題ないんで、多分もう平気だと思います。で、あとですね、まあ、Office はだからもう平気ですよみたいなところ。で、メール、E メール、普段、会社であの Windows ユーザーの方が使われているので、Outlook がとっても多いと思うんですね。で、Outlook も Office のソフトを、この Mac の中に入れると、さっきちょろっと出ていましたけれど、Microsoft Outlook ってそもそもここにこれあるんですよ。で、Outlook でもそのまままあ使えるし、あと Mac になったら Mac 用の、メールのソフトっていうのがあるんですね。この切手のマークみたいなのがそうなんですけれど、まあ、それをメインで普通に使われてる方もいっぱいいるし、あと僕なんかはあの Gmail を全部経由させてメールをこう送受信してる会社のアドレスを URL、 会社のメールアドレスですねをやってるんで、まあ、そういうやり方してても全く問題ないですし、だからメールっていうのは別にどのメーラーのソフトを使うか、別に Apple にしたからって言って不具合が出るってことはないと思いますね。それも大丈夫で、最後、3つ目の懸念点が操作性っていうところですよね。Mac になったら動かし方全然違うって噂に聞くんですけどみたいな。僕も非常に最初不安でした。で、もう僕の中の3年ぐらい前の認識では右クリックがないっていうのが Mac だと思ってたんです。 Mac だけど全然右クリックってもう今やあるんですよ。だからそこら辺も心配しないで大丈夫ですね。ただ右クリックっていうのがマウスがこう2つボタンがついてるっていう Windows そうですよね。こっちで左側でクリックして右側で右クリックみたいな状態だと思うんですけど、これね、基本的にはこのノートブックだとこんな風に、これ今左手でやっちゃうと調子悪いんですけど、人差し指1本で押すと普通のこれ、ここクリックになるんですよ。これ1個押すで、人差し指2本でクリックするとこういう風に、今ちょっとちっちゃいポップアップ出てると思うんですけれど、これが Windows でいう右クリックの同じものが出てくるんです。だから少しだけその扱い方が変わるんですけれど、慣れちゃえばどうってことないです。それ2本押したら右クリックとか、あとはもうインターネットのブラウザーを使う方が何しようか、そういうのは基本的には一緒なんで、一緒。あとは例えばこの指をふわって広げるとこうやって全部がこう出てきたりとか、それまたヒュッてこうつまんだりすると
元に戻ってきたり、これが上に持っていくといろいろウィンドウを開いて、例えばじゃあさっきのパワーポイントも開いてますってことですよ。パワーポイントも開いてますってなった時に、3本指でヒュッて上にスライドさせるんですよ。上にヒュッ、そうするといろんなウィンドウが一気にこう全部出てきたりとか、そういうちょっと変わった特殊な動きがあるんですけれど、慣れてしまうともうめちゃめちゃ便利。その動きが、むしろその動きがないともうなんか使いづらくなってくるんですよ。なのでその慣れが、1週間ぐらいあれば多分その動きにもヒュヒュ、こういうのとかこういうのとかこういうのとか、まあ、iPad みたいな感じですよねに似てる部分があるんで、きっと慣れてしまうとは思うんです。だからそう考えると、もうオフィス、エクセル、パワーポイント、ワード、なんかそういうところ もう全部平気だし、メールも送受信全然問題ないですし、操作性も全然問題ないし、あとサポート、Mac ってサポートセンターってどうなってんだろうって不安に思ったりしますけれど、もう最高に素晴らしいあのサポートが、 Apple が一番いいんじゃないですかね。もうとにかくいろんな、そのもうパソコンだけじゃなくていろんなサポートってこうありますけれど、 Apple のサポートがもうずば抜けて素晴らしい。まあ、iPhone とか使ってる方っていうのはサポートセンターお電話したことあると思うんですけれど、あの対応がそのまま Mac にも使えるっていうような感じなんで、まあ、優れてますよね。安心感っていうのもすごい。だから Windows からもう Mac に切り替えたいんだけど、今お話ししたようなところが、懸念点になっていて、なかなか最後一歩が踏み出ないって言ってる方々はですね、もう本当に安心してください。そういう感じですよ。大丈夫だと思います。ということで、買い替えをですね、これからまあ考えてる人ぜひですね参考にしてみてください。ということで、今日は Windows から Mac に悩む点、3つの悩む点というところを、少しお伝えしてみました。ご参考にしてください。ありがとうございます。